ほな始めましょうか。いつもどうも。まあ、あの今日野党の連絡会でお話しした内容はすでに、共同のぶら下がり会見で、安住さんがおっしゃってますけど、私としては、まあ、改めて、政府与党が言っている2020年度の予算案の採決を27日にやるべしということについてはね、認められるということだと思います。で、まあ、安住さんあんまり詳しくは言ってませんでしたけど、私はやっぱり大事なのは審議すればするほどね、重要問題が浮かび上がってきているということだと、まあ、野国の中でもね、そういう議論はずっとこの間してますから、そういうことだと思います。で、特にやはり今日もずっと議論してますけどね、政府の新型コロナへの対応と対策、これが極めて不十分だということが浮き彫りになってきているというところが一つあると思いますね。それと二つ目に、桜を見る会をはじめとした、いわば首相に関わる、安倍首相に関わる疑惑一連の問題について、一層その買収に関わる問題や政治資金規正法だとか、そういった一連の問題についての疑惑が一層深まったということだと思います。それと、まあ、3つ目にはやはり検察庁人事をめぐる法務大臣の答弁というのは、まあ、いかにいい加減かということが今もやっていますけど、まあ、これほどのことはかつてないと私は思うんですね。だいたい法解釈を変えるだけじゃなくて、今度は口頭決裁だなどという話は、昨日もうちの小池さんが、まあ、なんていうんだっけ、口頭無形を取ったわね、まあ、そういう揶揄されるほどひどい事態が起こっているという点では、政府の責任は極めて重大だと思います。それと2つ目に私の方から、まあ、ある意味じゃ提案したわけですけど、一致してこのコロナ対策についての予算の組み替えないしは修正ということを一致してやろうじゃないかということが、まあ、議論になりました。まあ、その点では私の見解を少し述べておきますと、財政措置を取るのは、まあ、極めて当然だと思っていますが、特に今日のメディアでも ありましたように、自民党の内部からもですね、予算案の審議の過程でね、もっと大きな額が必要と何だったらというような話で補正予算の議論になるという見通しを、まあ、世耕さんなんかをはじめ言っていたり、二階幹事長もですね、やりすぎだとの批判、されてもいいからやるべきだと、まあ、こういうふうな議論というのはかつてない事態ですよね。だから特に基本方針と関係で言いますとね、まあ、昨日もうちの小池さんからありましたように、国民に対しての希望と願いは言ってるけども、政府が一体何するんだということからすると極めて不十分で、とりわけ、皆さんもご承知の通り、メディアも書いていますように、追加対策というのは経済対策についても軸足を置く必要があると、まあ、そういう意味で言いますと、もっとね、規模の大きい、やり方をすべきだと。その意味では組み替えないしは修正というものについて応じる必要があるというふうに特に思っています。ですから、そういう点を一致して取り組んでいきたいなと考えています。私の方からそのまま理事の市川です。はい、今日は安住委員長は、はい、議員立法の提出と、それから棚橋さんの解任と森さんの不信任を検討する考えを示しましたけれども、これ、各党一致でいいんでしょうか。議員立法については当然です。で、これは今先ほど安住さんからありましたように、今の検査体制というものをどう充実させて国民の不安に応えるかという点で、一刻も早くということが趣旨です。で、まあ、韓国でもね、やっていることについてできていないと。で、その対応、先ほど山根さんからありましたように、クルーズ船からの問題も出てますよね。で、ああいう規模なのかということがみんな不安に思ってるわけですよね。したがって、そういう法案を至急に出して、
こう促していくっていう必要があると思っています。でそれと、解任と不信任ですよね。解任決議案、不信任決議、これはみんなで議論して、これは使途、まあ、当然だよねと、もともともうすぐ早く出してもよかったわけだけど、この委員長に対する解任決議というのはこの間のやり方からしますとね、当然かと私どもはみんな共通認識で臨んでいます。まあ、森さんについても同様だと思います。すみません、共同通信のと思います。今日の先ほどの衆議院予算委員会の理事会で法務省からその法解釈の変更について1月16日に作成したとするそのメモのような文書が出されましたけれども、その文書についてのですね、見解をお願いいたします。まずこの間の法務省の法務大臣の答弁めぐる一連の問題との関係で極めて口頭解釈という口頭決裁ということからしてですね、そういうものがあるのかと、その決裁過程を明らかにする文書を出せといったことに対して提出された文書ですよね。でそれはいわば法務省における、法務省の刑事局における部局のメモだということでですね、それが決裁過程の内容を示すものではありえないということが一つですね。それとね、見てますと日付はありましたけどメモと書いてるだけでね、そのどこにそんなものがあったのかとか、そういうものが証明できないわね。でそれこそ分かりやすく言えば後で出したものだと言ってもこうできるわけでね。だから法務省が人事院やそれからいろんなところにね、そういったもの、文書の一連の過程を通じてやったというようなことが証明できるものでは何らないと、これほどお粗末な文書しか出せないのかと。で一部局のメモをですね、決裁過程の経過だなと言っていること自体に、これこそね、もういい加減にしろと思いますよね。でしかもそれは法を司るところの部局がね、このものを出してきて証拠だなどということ自体がね、おこがましいと、もうここまで腐り切ってるかということの証拠じゃないですか。はい、コロナ対策についてお伺いしますが、先ほど委員長からもその補正予算の議論になるということで、はい、昨日小池出局長は、今年度の補正ということで限定しておっしゃったと思います。いや、はい、まず私たちはこのそういうことを、自民党の中でも言われているということを、御社の含めたさまざまな新聞メディアで言われているということを紹介しただけで、私たちはもともとですね、今回のことで言いますと、予備費を103億円ですか、こう出してという規模しか言ってないわけじゃないですか、政府は。でもともと2020年度予算の中にこのコロナ対策って入ってないわけでしょ。したがってそれ入れるべきだというわけですよね。その際に予備費の、中でこう始末をしようと言ってる向きもあると。でそれはその規模で収まるはずがないと。したがってもう少し大きな規模で、1兆円といいますかね、そぐらいの規模で経済対策も含めて必要だから、そういう提案を我々としてはしたいなと考えていると。で予備費、失礼で、補正予算って言ってるのは彼らの政府自民党与党の中からもこの中では不十分だからすぐ補正予算を引っ込めなくちゃなんないと言ってるほど、その議論というのは必要なんでしょうと。だったとしたら今すぐに答えてですね、修正なりそれから組み替えをするということですぐ対応できるじゃないかということを言っているということです。それができなかった場合の事前の策としての、その来年度予算の補正ですね、来年の補正予算、これについてはどのように考えますでしょうか。だからね、先のことを言わずにさ、できることをしようじゃないかと。今までもね、かつて政治の、国会のいろんな経過を見てますとね、野党が提案した総務での修正って受け入れたこと何回もあるんですよ。でそれほど緊急なわけですよ、これね。補正予算を議論するということ以前にできることがまずあるじゃないかということを、
こう焦点にしないと、いやその先のことを言ってですね、いやそれでも構いませんなんちゅう話じゃないでしょうということじゃないですか。やってきたことはないというふうにやったらね、分かるけど何回もそれやってきてるわけやから。でしかもこれほどの国民的な関心を呼びですよ、健康と命に関わる不安の問題についてね、どう対処するかっていう時にね、決断英断するのが人じゃないですか。そのことをまず求めたいと思います。ほなこの方でおぎん。